さてさて、じゃあこれを開けて入りましょうか。はい、おはようございます。あ、ごらんな。さて、山口古墳群入ってみましょう。ライトいるのかな。ライトこれか。あ、入ってこないぞ。あ、これか。これは入られへんぞ。これはどうしますかね。これ入れませんな。これやめて上上がるか。ライトが行ったかね。ライトがこれか。真っ暗やな。うわー、これは大きいね。真っ暗でございますか。ライト、はい、これ1機2機何機あんのやろうな。この下は、いやー、わからんな。いや、あれそれないやろ。ないですね。よいしょ、上上がってみよう。あ、ここにあんのや。これはだいぶ汚れるな。1機、2機、3機。もう1機ぐらいあるんだけどね。場所が分かりました。場所が大体1機2機3機はね。ということはライトと、なんかジャンパーかな、持ってなかったかな。一回車でなんか着るもなかなかったかね。入るには相当汚れるね。なんもないかい。なんもないな。ジャンパーかなんか似てなかったっけ。これもまた行きましょうか。さてさて、サイドパッキン持って何にもないんだよね。ジャンパーかなんか積んどきゃいけよかったんだけどね。これは汚れるか。これ上上がんねんな。これ上がりましょう。これはちょっと入れんね。何も何でもちょっと入れないから、上から。さあ、上から行きましょう。よしよし。ここですね。これは大変だわ。これはドロドロになるわ。残念やね。ドロドロになりますわ。あら、大きいね。あら、すごいね、この古墳。いやいや、これはね、ちょっと手前が泥がいっぱいやから入られんな。わしら今この今日の格好じゃ無理やな。もっと広いかもだのに。もうちょっと広いかもだのにね。高さがないな。幅としゃあないぞこれ。無理やな。今日真っ白のシャツやしな。お、せっかく、あ、違うか。残ってるかな。きれいに。いやー、入ってみたいんだけどね。どうしましょう。どうしましょう、どうしましょう。これはよ、汚れるな。汚れますね、これは。
あ、あれはまっすぐやね。まっすぐやら、上見えんか。いやーすごいんだけどね。これ大きい、奥行き、奥行き十何メートルぞこれ。いやーこんなところにこんな大きい古墳、なんか石室が、すごい。ごめん、今日は入られへんわ。ドロドロになるもんね。残念やね。これみんな履いてんやろな。作業服を着てこなあかんな。簡単に入れると思って来てもだからね。いやー素晴らしいね。これ袖がないんかこれ。左袖ちょっと片袖かな。片袖ですかね。いやーすごいねこれは。これはすごいんですわ。あの奥ね。あの奥ね。石ね。きれいに。一度二段さんな。あら、大きい。入りたいけど、ドロドロになるね。残念やね。あの上のやつ入られへんかな。いや、すごい。すごいすごい。これはびっくりした。これはすごかったね。あ、高さもあるですよね。いやいや、これはすごかったわ。今日の格好ではちょっと無理やな。これではシャツ真っ白やし、今日から朝日が浴びとるからね。これすごいな。この子どうなってんねん。これ円墳は円墳やろうけど、ものすごいんでございます。このいる縁見たら、中。もう一個上のやつ見てみようか。上のやつ入れるかもしれんな。どこやったっけ。もうちょっと上やったっけ。あれ、もっと上やった。分からんな。あ、こうや。これも入られへんか。これも低いわ。あら、これも大きいや。これもかなり大きいね。ああ、すごいすごい。埋まってんな、手前が。奥見えんの。奥、奥ちょっと。これもこれ10メートル以上すごい。すごい、すごい。感心しとる場合か、入れてか。いやー簡単に入れる思ってきたよね。入れなんだか。これをね、高さがどれぐらいなんだろう。あの辺やったら3、40センチがないかな。埋まってしまってるからね。奥の石は見えるか。おー、ちょっと古いんかな、やっぱり古墳としては。いやーすごいけどね。これはね、すごくございました。いやいやいや、入られんか。入りませんか、入りませんか。これがびっくりしたね、この大きさは。まだ何機かあんのか、残ってるかでも何機か。い
やいや入れません。ドロドロになりますわこれね。もう一基ぐらい残ってんのかな。3基ぐらい入れそうなこと言ってたね。これはもうダムやな。ああそうダムね。あの看板ねダムの。あらあら見当たらんか。ジーパン入ってこないかへんな。いやーすごい大きい釘図あんねんけど。ねえ。もう一遍見とこうか。せっかくだ。いや、すごいすごい。ここだけクリアしたらいけんだけどね。どうしようか。見たいな。見たいな。まあ、近いからいつでも来れるか。まあ、いつでも来れるね、近いからね。今度ちょっとジーパン履いて、作業着着て、入りましょうかね。綺麗に積んでくれてるのか、あの奥ね。すごい。こっちの方が大きそうやね、石組みは。はい、残念でございました。まあな。石碑図入るんやったら、ジーパンでも入ってこなあかんねんけどな。いや、まさか簡単に入ると思って来てもらったもんだけどな。前ちょっとちらっと、入れるぜって聞いたんで。まさか赤坂と同じような、こんなこ、入り口があんな狭いと思わんもんやからね。ダメやね。はい、ありがとうございました。山口古墳でございました。